どうも、こんにちは。宣伝部長の小市です。今日は立花隆の実態ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、ユーチューバーの相馬トランジスタさんがですね、立花隆さんの一日密着という動画を上げられまして、まあ、今回はその件が面白すぎたのと、あと知らん話あったなみたいなことであるとか、まあ、スカウトガチでやってたみたいな話含めて、今日は感想みたいなことについてやっていきたいというふうに思います。 はい。というわけで、こちらにちょっとね、若干流れをまとめさせていただいて、詳しくはね、えー、動画の方をぜひ見てほしいというか、見た方も多いと思うんですけどね。はい。という形で、相馬トランジスタさんの YouTube ですね。はい。で、まあ、これなんか撮る流れとしてはですね、先日、相馬さんの YouTube チャンネルにおいて、確か YouTuber の光る氏だったと思いますけど、まあ、鍋を囲みながら色々話すコーナーの中において、 まあ今一番コラボしたいのが立花隆さんみたいな話が出たんですよね確かねそうでそれを見た立花さんがいつでも連絡ちょうだいみたいなことを言いまあ多分そうでしょうねって感じで、まあ、それを見ていたんでいつかねまあコラボするんじゃないかなって思ってたんですけど思った早く思ったより早くしかも密着してましたねちょっとびっくりしてその何て言うんですかねあのいわゆるね こう対,対談っていうのかないわゆるその2人で話すみたいなやつを取るのかなと思いきやそうじゃなくて密着するということですね。まあこの辺はね相当考えたんじゃないかなって思うんですよね。だからすごい難しいとこなんですけど YouTube をやってる人気商売で政治の色がついちゃうとすごくリスクがあるわけですよね。で、まあ、その中で対談もいいのかもしれないけどなんか そのなんか面白いことをやってる政治家がいるみたいな人を密着しています密着しますでその実態をあらわにしますで私は別にこの政党を応援してるわけではありませんみたいな形でいわゆる相馬さんの本当に興味の赴くままですよねあの密着していくという回になっていてしかも何て言うんだろうなこの動画めちゃくちゃよくできていて世の中的に言うとかなり立花さんが誤解されてる部分がたくさん あるるるんんですけけどこの動画見とと結構ねね大半が解けるんじゃなないいかなと思いました、ね、だから、まあ、なんだったら立村さんのことをちょっと知りたいと思ったらこの動画ペタって貼り付けとけば <laughs> いいかなっていうぐらいめちゃくちゃなんかこうなんていうんだろうすごくうまくあの編集がなされている秀逸な動画だというふうに思いましたと。はい、で始まりはまあそんな形でコラボすることにあ密着することになり で、最初自宅ピンポンってやつですね。よくあるやつ。で、お家の中に入っていくって感じで、まあ、場所はね、結構六本木だったかな。あの、結構いい場所らしくていいいい、セキュリティもすごいしっかりしてるらしいんですけど、まあ、政治家だからなんかこう、なんて言うんだろう、こう、贅沢してんのか、みたいなね。あの、まあ、そういう感じに思ったけど、中はまあ、そんなに、まあ、まあ、質素な感じと言いますか、 普通のおうみたいな感じで、まあ、サスケが最初に登場するっていう感じなんですけどね。はい。まあ、とにかく、それはその中において、警察の方からやっぱりセキュリティをね、強化した方がいいですよ、みたいな話を、まあ、そういうところに行かれた方がいいですよって話があったんで、あそこに住んでいて、で、まあ、正直、ここ、ここからね、まあ、大津あかしがですね、追い出そうとしてるわけで、まあね、本当に、 何なんでしょうね、仮にまあ仮にですよ本当に追い出せたとしてすごくその普通の一般的なところに行ってアンチが来てワーワーなったり。 したらどうするんでしょうねと、どう責任取るんでしょうねっていうのはちょっと思ったりするわけですけど、なんかの事件になったりとかしてね。まあ、まあ、そのくらい。まあ、有名人にもなってるし、まあ,あ、る種、既得権益層とも戦っているから、まあ、ちゃんとこういったとこ,ところに住む必要がまああると思うんですけど、改めてそれはね、警察からもそう言われたみたいな <laughs> ところがあるという感じで。 で、そして散歩はなんかサスケと散歩に行くんですよね。その中でいろいろ話をされていて、まあ NHK 集金の実態ですよね。ひどい、どんだけひどいことをしていたかみたいな解説をして、それを解決するまでを話をして、それもめちゃくちゃわかりやすくまとまってましたね。はい。であるとか、あ、なんだったらあの動画をなんか政見放送で、なんかあれをさらにギュッと縮めて流せばいいんじゃないのかな。<laughs> あ、思いついた。 <laughs> これは、まあ、いいんじゃないですかねと思いましたね。そうすると,、えー、とソーマートランジスタさんの YouTube チャンネルもより宣伝されるしまあまあちょっとそれについては要交渉ですかね。まあでも本当によくまとまってますね。だからまあはその何て言うんだろう今までは本人が解説したりとかこの業界興味ある人が解説があったわけなんですけど。 本当に素直にこれなんだろうねみたいなことについて聞いてそれをわかりやすく伝えてるのでこれをより多くの一般の方に伝わりやすい形に解説と編集がなされていったって感じですよね。でそして、えー、と公園に到着して興奮するサスケとたかしみたいな感じですね。<laughs> 時々こういうのが入るという感じででえっ、ー で、ご自身としてはお金を配るために原因はにはならないって言っていてそのお金は何に使うんですかっていうのは、まあ、NHK の裁判費用等々で使うんですよっていうところですね。はい と、まあ、とにかく立花さんもここうういうとこは切り取られお金を配るために議員にならないとかって言うと一部アンチの人たちはここだけ切り取ってわーわー言うんですけどちゃんと相馬さんは「えなんでですか?」って聞いて「NHK と裁判費用に充てるんだよ」みたいな話されたらそれはそうですよね」みたいな感じでまあ普通の人が聞いたらまあ納得するような解説になってるって感じですよね。はいまあ、この辺のの辺立花ささんの分かりやすさゆえの ななななんんんててていいいうんだろう解説されてなされみたいななんていうんですかねあの誤解されやすさみたいなものが、まあ、この本当に全てちゃんと回収されていてですね素晴らしかったですね。であとはあとパチプロやっていた話からあのえー、っとですね、まあ、ここからなんで選挙をなんかああいう形でやってるのかみたいなのがわかるんですけど子どもの頃からバグっていうんですかね、まあ、攻略法を見つけるのが得意というか。 得意だったとということでまあ、人と同じことをやってはダメで違うことをやると攻略できるんだっていう経験からまあそういうのをパチプロ等々でも使いそしてまあ今はそれを選挙発掘してるとでそれを使う中でいい国作ろうとしてるんだよという解説がなされていて、まあ、これもなんかめちゃくちゃ分かりやすかったですね。そのの選挙ででで遊んんんるるっていうの結構橘さん言われるわれけけなんですけど こ,のここだけ見ただけでもまあまあよくわかるって話で、まあ、結構ね、ま、真面目な人っていうか今までのやり方が正しいんだっていうかまあしょうがないですよね人間は常にこうあのそういう風になってしまうんで,でそういう方にとっては、まあ、こういった話が刺さるかもしれないんですよねはい。<laughs> ねいやだから今こんだけいろいろ状況おかしくなってるのに正攻法でなんとかしようっていうまあまあそれでなんとかなるのかもしれないけどならんからこういうことになっとんやみたいな話があってねはいでえっ、ー、とそしてあとマーダーミステリー等の話ですねこれはあのえっ、ー、と相馬トランジスタさんがまあまあヒカルさんとにまあな仲がいいっていうところもありまして、まあ、この話は結構深く長かったですねえっ、ー、と でこれについて何でやってんですかっていうと選挙で広めて、えー、っと光氏にオンを売るって感じですね、まあ。光さんがやってるビジネスっていうか光さんもそのマーダーミステリーのなんか応援みたいな感じですね。ちなみにマーダーミステリーっていうのは中国でめちゃくちゃ流行ってるらしいんですけど例えば「摩る事件」っていうのがドラマであったりするじゃないですかあい扱ったりするみたいなのがあって。であれは 我々はふ普段は見るだけなんですけどそのマーダーミステリーっていうのはその中に自分がその登場人物としてそれぞれの役割を演じてまあいわゆる人狼みたいなことをやっていくみたいなね、まあ、そういうものがリアルにね目の前に人がいてやるみたいなビジネスらしいんですけどでそれは中国はめちゃくちゃ多くてコンビニ色多いとか言ってましたかねだからだけど日本で広めていこうみたいなところをまあえー、っとですね えー、光さんとまた仲のいい言い出しっていうのがやろうとしていてその応援みたいな感じで光氏が入ってるとでその光氏をさらに、えー、橘さんが応援しようっていう感じでやると <laughs> いう感じになってるんですけど、まあ、いずれにしてもこれが本当に認知度が低いってほとんどの人知らないと思うんですよねだからこれをあの選挙でマーダーミステリー党っていうことで都知事選に出るとめっちゃ広まるよねっていうのがあって、まあ、そういうのをやろうとしてると。 いうことで、まあ、普通に聞くとね何やってんだって話になるわけなんですがそこも結構聞いていてでえー、っとこれ相馬さんが本当にあの途中で解説入れてるんですけど、まあ、要するにいろいろあのネットに強い氏があが主導権握った時に NHK ぶっ壊す要因として。 で協力してもらえるんじゃないかだからオールんですねみたいな話ですねで立花さんはそれに対して光氏が総理大臣になったら総務大臣にしてもらって NHK をぶっ壊すっていう話をされると で、それで、それに対して、相馬氏が一部で切り取られて、公返されるよ、みたいなところで、まあ、ここですよね。まあ、立花が聞かれたときに、わかりすくパンって言うんですよね。なんでやるんですかって、マーダーミステリーとなんでやるんですかって言われたときに、選挙で、えー、広めて、光氏の恩を売るんや、みたいなことを言うから、えー、なになに、それ、売名か、お金稼いか、再生数稼いかっていう感じで見られちゃうわけなんですよね。まあ、よくある形で、だから、こうやって、なんか、うまく、 そのなんだろうなこれは一人ではできないからね相方みたいな人がいるかもしれないですね <laughs> まあのだから時々相馬さんに本当に密着をなんか1年に1回ぐらいやってもらった方がいいかもしれない <laughs> と思いましたはいというところですかねだからなんだかんだほらアンチ系の方々が批判してる人とかあるいはあのなんとなくさらっと見て立花さんを批判してる人に対する全ての説明をねどんどんやってるんですよね まあだからいかに誤解されてるかっていう話でもあると思うんですけどで,でその後にえと議員会館へ向かうという形で,で途中で議員会館のなんか駐車場みたいなとこ入るかなそれで割と普通の車乗ってるんですよ議員はみたいな話ででメディアほら議員さんがすごい金稼いでるとか悪毒お金を集めてるみたいなこと言うけど普通の車だと。 でメディアの洗脳がすごいということあってだからメディア、まあ、NHK ってメディアそのものですけど含めて変えられないっていうことをおっしゃってましたねはい、まあ、この辺りがよく見えたのをすごい分かりやすくてよかったですねでそれからえー、っとこれは相馬さんがね、えー、っとモザイクを僕はぶっ壊したいんですみたいな <laughs> 話をして、まあ、最後の締めでももしまあ自分は政治全くやる気ないけどもしやるそのね モザイクのために立ち上がることあるかもしれませんぐらいの、まあ、感じで締めてましたけどねまあこれもちょっと意味意味不明なんですよね。まあ、こういったなんかだけどその政治がやっぱり民主主義がちゃんと成立しないとこういうおかしなことが あのまかかり通っていいいくつもいくつつももあるじゃないですか今それが本当に可視化されてってる状況なんでだから本当に普通の人のこういった感覚みたいなものが全然反映されてないわけですよだからそういった意味において、まあ、今革命中だと思うんですけどねそういった意見が入るような形にこれから変わっていくんだと思うんですけどで,でそれでまあ立花さんが YouTube の撮影する様子を後ろから撮っててあ,ああいう感じでやってんだみたいな 私スマホでやってるのかと思ってたんですけどあれまなんか未だにあのビデオなんですねはいであれをあのアップロードしてって感じですかねはい でえっと、そして裁判の打ち合わせみたいなことをやっていてここで裁判たくさんやってるんですよみたいなことでなんでそんなにたくさん裁判するんですかっていうと、まあ、プロレスラーが試合するようなもので、まあ、試合するごとに強くなってるみたいなお話を <laughs> されてましたね、まあ、裁判が一番なんかはっきりするみたいなところですよねはい、まあ、お互い印象操作し合うっていうよりは、まあ、事実を一つずつ突き詰めてって、まあ、これはこうだよねっていうのができる場所だってことでしょうねはい でそしてそこから堀江整形塾に行くんですよね、まあ、結構忙しいですね <laughs> でここで堀江氏が無料で講義をしてくれる場所ですよという感じで、まあ、参加するには、えー、と1万円もしくはネットだけだったら500円みたいな感じで、まあ、堀江整形塾のまあ宣伝みたいなことにもなっていてそしてまあここからね議員も誕生してるよねという話をされていたって感じで、まあ、こういった有益なこともやってますよということですと。 でそれから、えーと、その後に村岡弁護士登場と。まあ、多分、あの、裁判の打ち合わせのところにい,いらっしゃったと思うんですけど、まあ、ちゃんとここで出てくるという感じで、まあ、えー、と弁護士さんがなんでこんな協力してるんですかっていうことに対しては、えー、立場の人は既得権益と戦う仲間であると,ということで、まあ、出会いとしては、まあ、もともとその弁護士、弁護士業務違反をしている NHK 集金にを疑問に思っていたっていうところで、 でこれによってまあ、後に出会ってこれで戦うみたいな形になっていくらしいんですけどまあそのな,なんていうんですかねまあ結局でも NHK はこのこの手法ですよね弁護士法違反をして周金任をしているっていうことをもってして辞めるに至ったっぽいので、まあ、そうすると村岡弁護士がいかにこのなんていうんですかね橘さんの仲間としてどんだけの力を発揮したかっていうことだと思うんですけどね。はいで えーっと、ワンピースに起きるゾロみたいな感じですかね。バスンと。で、そして、えっと、白タクみたいなことを、あえまあ、NHK 集金人はこの白タクみたいなことですよね。みたいなことをやってるみたいな、まあ、説明をされてましたけどね。はい。なんか、その、これ、 は橘さんが言って、村岡弁護士が説明して立花さんが白タクを使いながら分かりやすく解説したつもりだったと思うんですけど多分あまり伝わってなかった気がしましたかね。はい、でさらにえっとですねえっと立花氏と仕事したらね村岡弁護士顧問契約切られたとそれは想定はしていてとにかく自分は正義のために弁護士になったんだからということで。 あの本当に立派な方ですよねこういう人がいるってことで、まあ、とにかくこの辺が正義のためにやってると一見不利益なことをやってるわけでその辺がよくわからない人たちがいるんだみたいなことをおっしゃってましたね、はい。だから目の前の10万円をこう拾って拾って拾ってって人にはわからないでしょうねって話なんでしょうね。で、えー、とそしてビッグスポンサーにこの日は会いに行くんですよね。で、えー、とその途中においてですね その人と何をするのかみたいな話がされていて、これなんか今の、なんていうんですかね、スキーム、 参議院選挙に出るためのスキームあるじゃないですか、お金出してインフルエンサーに宣伝してもらってってやつ。まあ、あれは最初は、なんかそのビッグスポンサーと話してて、政治とか法律を変えたいっていう風に言ってるんで、だったら政治家になったらどうかって話をしてたらしくて、その一方で、DJ 社長っていうのは借金10億円あるということで、この10億円をそのこのビッグスポンサーに払ってもらって、で、DJ 社長に宣伝してもらって、この人、政治家になるみたいな。 のがまあとにかくこの話をしていて会食しようとしたらまあ失踪しちゃったと <laughs> ことになってしまいそれからまあ自分はアーティストでちゃんとい稼いでそれで返すんだっていう意思を示したらしいので、まあ、この話はなくなったけどビッグスポンサーは残りまあ要するに宣伝してくれる人は別の人でもいいので今そっちの方で動いてるという感じでしょうね。はい。でいうことですね。 はい、であとね世の中弱い人は隠すみたいなことをおっしゃっていてああなるほどなと思いましたねだからそのまあそういう人が権力持つと松本さんじゃないけどまあだ誰かとは言いませんけどあの <laughs> だから隠蔽しようとするのかなみたいなね橘さんは逆に隠さないじゃないですかだからまあ強いっていうことなんでしょうけどまあ都合が悪いから隠す場合もあるけどまあ結局弱い。 かからら隠すののなっってていいいうははちょっと考えさせられししまいましたね、はい、でそしてですねあとちょっとここも面白しいんですけど今日高所恐怖症の共通点お二人がね相馬さんと立花さんでなんかその会食の場所が高層ビルの上なんでよくあるね外が見えるエレベーターあるじゃないですかあれに乗って二人で怖がってるっていうシーンがありましたあれ何な,なんですかねじゃあ気持ちはわかんなくないんですけど面白すぎる絵でしたねはい はい、で、その後、ビッグスポンサーと会食ってことで、まあその本人はまあ映ってなかったんですけど、結局、相馬さんと、なんか、タッポルに登録したんや、みたいな話をしてました。はい、<laughs> で、あと、これ、最後にね、えー、と銀座のバーですね、立花さんが、毎晩行かれて、 でそこでいろんな話をしているところですけれども、まあ、そこで結構ね政治の大事な話が決まってるよとかそれから来任の参議院選挙に向けて超め有名人をね、まあ、スカウトしようって話もしてでそのなんかもうこの江頭さんあ朝倉未来さんとかアスカキラーさんに当たる当たっていくのかなっていう感じで江頭さんは前から言ってるじゃないですかでまあ、とにかくこの3人みたいな人スカウトしててとにかくその まあ先結構参議院選だか来年なんて少し先ですけどそこに、まあ、3億でスカウトって言ってたかな、まあ、とにかくその,その人にまあ出てもらってで3億渡して <laughs> ででとにかくそれで参議院選挙を勝っていこうってことでしょうねで当然これ以外にもたくさん擁立するとは思うんですけど一、まあ、つねなんかこう目印となるような旗っていうんですかねが立つと一気にバババっていろんな人が来るって感じで。 まあこれについてはそうでしょうね。朝倉さんなんか立つってなったら格闘技系の人たちがわーっと集まってくる可能性がありますよねとかあるしそれから飛鳥きららさんが立ったらそそのえっ、ー、と何ていうんですかね女性系の人たちがわーっと来るしそれから江頭さんが立ったら芸能人が来んのかな。あの <laughs> 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 ちょっとこ江頭さんの場合は江頭さんの旗でどういう人が集まってくるの,来るのかよくわかんないんですけどまあでもとにかくこのうち誰か一人でももし本当に、えー、と立ってくれるようなことがあったらまあどえらいことになるしまあ今後そういうのが当たり前になるかもしれないですよねなん、まあ、だったら3人立ったらどえらいことになりますねはいという感じでいずれにしろこれで渦が作れるかどうかについては 多分、まあ、都知事選とか等々の動きとか、衆議院選挙の動きにもよると思うんですけど、はい。で、えー、っと、で、最後にですね、えー、っと、ズンチ登場ということで、えー、っと、福島ゆずきさんですね、ゆずんちさんですけれども、まあ、あの、YouTuber だから出ても大丈夫みたいな感じで出てこられて、正確には YouTuber なんですかね。まあいいや、あの <laughs>、 でなぜかパイプカットの話を立花さんとしていてなんかこの2人めちゃくちゃ仲いいんだなっていうふうに思いましたねはいでまあこれについてはちょっとね YouTube 上で触れにくい話ではあるのでよかったら本編の方を見てくださいって感じででもなんかこんなのしてどうするんだろうって個人的に思ったんですけどちょっと調べてしまいましたね、まあ、いずれにしてもなんか手術はめちゃくちゃ痛かったという話をまあされてましたというところですかねはいというわけで はい、どまあ動画としては40分ぐらいでしたけど、まあ、結構本当にあにずっと見れるような動画でありましてまああとはなんかやっぱ相馬さんっていうか相馬チームがすごすぎるのかもしれないですね意外となんかいろんな人に密着あもうやってんのかな <laughs> あのなんかこう既視感のある密着じゃなくてやっぱり相馬さんと政治ってなるとちょっと離れてるからとかなんか世の中のそういう な各業界のなんかすごい人っているじゃないですか。でそこになんか密着してあるとすごくなんか跳ねるかもしれないなと個人的には思いましたけどなんかめちゃくちゃ分かりやすいですよね。はい。というふうに思いました。というわけで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。